とりあえずじゃあ屋根から、あ、来たわ。どうしよう。ちょっと待って、どっちに来るかが分からへん。なんかたまに振り返りそうやから、ちょっとゆっくり行こうか。なんか中入ったな、今。この中や、うわ、今入ったよかった、どうしよう。なんかこれ、どっかから入れるとこなかったかな、確か。あ、あるわ。よいしょ。失礼しまーす。何してる？なんか染め物屋さんのすぐ隣なんやな、ここの塔。トマト？え、人んちの食料あさってる、もしかして。人参、はい。野菜すっけなよな。よこっちゃん。え、生で？うーわ、ガチか。こいつやば。あー、でも甘いんやね。え、野菜好きなんやん、ほら。ここの。めちゃめちゃベタ褒めやん。え、ほならもう、そのさ、野菜推しの村おこしにさ、協力しちゃったらいいやん。はてな村さんじゃなきゃ食べた気せえへんちゅってんのに。飾らん方がいいって。いや、そのままのお前の方が素敵やって。人参丸々一本食べて満足して帰るんや。いやー、これさー、お姉ちゃんめちゃめちゃ素朴やったから戻った方がいいよっていう話をしてあげたい。前の方がいいと思う。人んちのじゃない？あれ。いいの？だいぶなぁ、しんどいよなぁ。僕とつってどういう意味なの？スローライフ大好きなん。牧場物語とか大好き系ってこと？ああ、合わへんかったんやろな、都会の野菜。でもこれ、市長選のキノコどうしたらいい？そうよな、仲良くしてほしいよなぁ。私もそう思う。これキノコ配らな終わらんのじゃない？秘密知ってるけど。バラしていい？あ、あかんねや。これやっぱ配らなあかんねや。あ、学校ってこれか。これあれやな。えのきだらが建てたんやろな。きっとな、この感じ。わあ、先生してるんかな。これもみんな忘れたな。教師。これも教師集めていく感じなんかな。えのきだと一緒で。あー、懐かしい懐かしい、この人。ほら、メガネのおじちゃん。久しぶり、覚えてる？なんかすっごい冷めてない。もうちょっと喜んでよ。あ、そう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 。そういうリアクションが欲しかった。あ、そう、お帰りやった。ただいま。またゼロだ。おらんねん、ごめんな。そう。いつもやねん。困ったまやろ？そやな。なんかちょっとそうやって言われたら寂しくなっちゃったな。めちゃめちゃハイラルやな。見学してこかな。え、どうしたらいい？座ったらいい？え、ちょ、待って、座られへんし。ごめん、なんか、旅のものです。こんにちは。こいつ、歯抜き出してたガキやないか、お前！初対面にそんな牙見せんのよ。なあね。お前が動けよ。恥ずかしすぎるやろ。ちょっとおっきなってんな。この横の子もあれやん。プロは見張ってた子やな、これ。いやあ。懐かしい。顔変わってないもんね。ちょっと授業始めてくれへん。見たいんやけど。授業始めて。どうやって聞いたらいい？違う。どうやって。聞きたいねんけど、聞き方がわからへん。椅子もないし、授業まだ？ああ、すごい。上出れるんや。これ。鳴らさへん？これ。鳴らしたら授業始まるとかない？え？いや、違うやん！授業始めて欲しかっただけやねん。まあ、ありがとう。そんなとこにもあったんは知らんかったんやけど。ちょっと授業いつになったら始まるんですか？あ、始まった始まった。聞かして。やってや。薬剤についてとても詳しいお兄ちゃんがゲストとして
登場しました。そうです、僕が歩く薬剤です。1万年ほど前、うん、これあれか、神話の話か、うん、まあそれはありそう、まあ確かにあんまパッとせんよな。うわ、みんなめっちゃ現実的やな。うん。そんなん持ってないんやけど。あ、それ、どこで見た？あー、いつ？パンやんちで見た。うん。写真撮ってきたらいいんかな。あー、はい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 。あ、わかったわかった。そう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 。ちょっとめんどくせえな。だから、村長にも秘密がある言うて、夜になったら納屋でコソコソするから、それちょっと探ってくれって奥さんに頼まれてさ、ちょっと探りに来ました。失礼しまーす。新種のカボチャ開発計画って。うん。あー、野菜離れなー。私は野菜好きやけど、やっぱ若い時は野菜嫌いやったな。年行ってからなんか、たまにめっちゃ野菜食いたいってなって野菜いっぱい使ってご飯作ったりすんねんけど、年いかんと野菜のうまさに気づかれへんのよなー。これだけ？これだけっぽいな。あれや。奥さん。奥さん、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 奥さん。新種のカボチャ開発してただけですわ。安心して。うん。あ、門の近くで作ってた人やろな、多分きっとな。へぇー。いや、絶対手取り合った方がいいな。うん？あ、そうなん。あ、何？金？あ、まあ、これはこれで嬉しいかな。美味しそうやし。よっしゃ、キノコ全部配り終わったから、これで村長戦始まるんじゃないっすか。やりたくなかったんすけどね。いや、多分これ、あれやろ、どうせ仲良くなって一緒に村長して、村を盛り上げてこうってなると思うんやけど。あ、ありがとう。うわ、ありがとう。それはありがとう。料理したことないんやけど、こいつ。村長戦いつやるん？もうやってくれる？あ、できた！オッケーオッケー。はいよー。もうそれのためにめちゃめちゃ走り回ったってもう、すごい、30分くらいかかったような気するわ、ほんとに。やってくれー。ほんまにいい天気やなぁ。どこそれ。なんか、どえらいとこ立ってるんやけど。染め物屋のとこか。なんてそんな自信ないねん、現村長やのに。うん。両方合わせたらいいんじゃないと思うけどね。あー、まばらや、拍手。いやー、きついって。野菜大好きやのになー。こっちの方が歓声大きい気すんだよなー。あー、喧嘩せんとってっても、それはそうやねんな。流行って廃れがあるからな。あー、まあ確かに、流行を作るのは、そういう、うわ、怖っ。発狂しだしたけど。そう、丸かじりしてました、この人。人んちのサイロで。人参生でボリボリ食ってました。見たんで、僕が。ちょっと僕、それあんまり読んでなかったんやけど。らしいですね。納屋入ったんで、自分が。すいません。仲良くしてくれません？本当に。そうよな。まあ、経済は回るのは確かないよね。でもその村の、な、そういう良さを消してるのも確かやねん。だから、いいとこといいとこを抽出して、そうそうそうなんよ。それをぶち壊してんのよ、この景観は。良くないんよ。いいとこといいこ、いいとこでなんとかしようや。え、なんで？副村長とかになったらいいんじゃない？そうやねん、そうやねん。経済は確かに潤ってる。あ、ええやん。ちょっとこのキノコのモニュメント全部片付けてほしいんやけど、でも、とりあえず。はい。
そう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 。ああ、いいようにまとまった。よかったな。これで、より一層いい村になったらええな。いや、相変わらずあるやん、キノコのモニュメント。取ってくれよ、それ。ポージングうっとしいんやけど。うん。あ、何？来いって言ってましたよね。なんすか？何くれるんやろ？金？うん。いいていいて、もうそのポージングやめろって。うん。何パターンあんねん、お前のポーズ。覚えてない。なった？あ、後ろのやつ？うん。いらん。じゃ、ほんまにいらん。無料で渡されてもマジでいらん。いらん、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 かぶらんで、足。いや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 、ちょっと待って、その下のピンクの K みたいなのもついてくるんか？いらんてー、拒否権ないんかよ。ファッションに敏感な人たちの興味を引くこと間違いなし。いつ使うん、これ。きっつー。うん、あ、なんか昔の服出してほしいんやけどな。金は出すから。あ、出た！ちょっとそのこの絵の服欲しい。新品コレクション？何それ？何？貴重な服を失ったらって。何？失うことなんかある服？ちょ、これ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 。2200、高ー！いや、これちょっともうちょっと保留にするわ。2200円はちょっと考える。きついっす。今の僕の財産では。じゃあ、とりあえず、手を取り合って、ハテナ村が仲良くなったということで、かかいこ村に写真を撮りに帰らなければならないんですね。私はそうでした。はい、すいません。写真撮ってきました。村長戦してたんで、ちょっと遅くなってしまいました。はい。ゲストのリンクです。どうも、よろしくお願いいたしまーす。はい。証拠あります。そんなことないでーす。本当の話でーす。僕がその証言者でーす。あります。取ってきましたー。はーい。これ見せてあげてください。子供たちによろしくお願いしまーす。はーい。はい。いちいち飛んで行ってきましたよー、お兄ちゃんがー。目をかっぽじってみてくださいねー。すごいでしょ、これねー。うん。あ、できるそうですか？じゃあ、あ、信じてくれるとありがとうございます、ほんとに。よかったね。先生、しっかりしてな。うん。子供ぐらい論破できるようになっといてくれよ。一応聞いときます、ほんなら。聞かせてください。多分おさらいでしょうね、これは、ブレスオブザワイルドの。ハイラルナちゃん、過去に何度も厄災に見舞われてきましたが、の時点で、もうちょっと笑うてまうんやけど。うん、真珠と、操る選ばれし者たち、はい。大魔の剣、僕ですね、それね。はい。聖なる姫の力はゼルダですね。はい、そうですね。あ、違うか、もう一回現れることになったんか、そっか。僕の前にもう一個おるんや。そうやわ、忘れた。うん。100年前、それが僕のことですね。そうそうそう。厄災の復活を封印したのが僕ですわ。そうですわ。うん。そうそう、一人ずつな。うん。そう。僕、僕、僕、僕。そう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 。一回ちょっと破れちゃったんですよね。そうなんですよね。水に浸かってもね、どんだけ頑張ってもちょっと力が目覚めない言うて、ブチ切れてましたね、姫さんね。懐かしいですね。ああ、そうです。僕、深手を追って、海鮮の祠でね、お風呂につけられて寝かされてたんですよね。そうそうそう。あの女、100年頑張った女なんよ。ええ女やろ？わかるか？ゼルダはいい女。わかるか？そう。100年寝ててこの若さやからな、お兄ちゃんの肌見てピッチピチやろ？なあ？そう、僕頑張ったよ。だいぶ頑張ったよ。うん。そう、100年間封印してて復活する意味もちょっとわからへんねんけど。そう、生きる伝説がここにおるんやけどな。うん。あ、そうそう、よう理解してるやん、お嬢ちゃん。あー、お前、賢なりそうな顔してるわ。うん。いや、素晴らしい。うん。泣いちゃうね。いや、っていうか、僕、もういいんやけどさ。うん。いやなんか、張本人やのに置いてけぼり感すごい。あ、
あ、ありがとう。コメか。あ、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 おいしい？あ、はーい。どうしたらいいん？コメとかあんまり料理したことないから分からへんねんけど、これ。肉と炊いたらなんかできるかな？あ、そうなの。はい、というわけでね、果ての村にあるミニチャレンジ全部回収し終わりました。もうちょ長かったわ、ほんとに。研究所のさ、アッカレーだけは、ちょっともう裏で行って、機能を足しておきます。できたらやけど。まだね、ちょっと他にも行けてないところいっぱいあるんで、またちょっと録画するのに1週間くらいかな。飽きそうなんで、まあ、どれだけ進めるか、頑張ってやってみたいと思います。はい、前回ね、プレイしてからちょっとまた1週間ぐらいが経っております。伝えなあかんこととしては、特にないかな。ゾーラの服一式拾ったりとか、ちょこちょこね、こういうズボン系とかセットのものをね、手に入れたりはしてます。これって、見せたっけ？見せてなかったっけ？なんか村帰ってチューリに話しかけたらさ、伝承みたいなのを聞かされて、それを謎解きして、行った場所にあったやつ。これもそう。ルッタなんよね、こっちは。シドに話聞きに行って、伝承を謎解いて、手に入れたやつ。だからこれ全員分あるんじゃないかな。4つの里全部にあるんじゃないかな、と思ってます。で、あとは、あ、これやな。これ。見てこれ、ミドナちゃんの冠。やばない？これ見つけた時すごいテンション上がってさ。ちゃんとね、これ後ろの毛ほら。揺れんねん、これ。すごい。あとは、これぐらい？これ。風たくの服な。この、ベルトのとこのさ、小切りの、なんやった、デクの貴様がくれる石みたいな、あのマークにちゃんとなってると思って、感動しましたね。これもしかしてさ、これ、あれやろ？時岡やろ？風たくやろ？ムジュラは、まあ、言うて一緒やから、ワンチャンとアプリの服もあるんじゃないかなって思ってるんよな。いや、多分地下にあると思うよね。早く見つけたいなって思ってます。あ、んで、あとそうや、このフード、なんか果ての村のさ、サゴのやった。あいつに話しかけたらなんか取ってくれましたわ。こっちの方が見た目好きなんで、こっちにしてます。で、やりたいことの第一弾なんやけど、私、賢者の石ってやつ拾ってさ、拾いっぱなしで何もしてなくって忘れてたんよね。ほら、7個も持ってる。だいたい空で見つかるんやけど、そうやねん。これ、賢者の石4つと引き換えに、絆を深めるって言われてんねよな。いや、1人か。あと1個あったらもう1人できん。この絆を深めることで、能力が伸びるのであれば、一番やっぱ使うのはチューリなんよな。移動に便利すぎるんよ、こいつが。散々使ってるから、チューリを増やすのが、一番、いいと、僕は思います。シドで。お願いします。すいません。どうなるんかちょっとわからへん。どうなんのこれ。攻撃力が上がるんか。なるほどな。こんなやっぱチューリにしとけばよかったかもしれへん。チューリの方が結構ヘッドショット打ってくれたりとかしてて。まあ、でも、絆が深くなったんで、僕とシドの。はい。いいと思います。ありがとうございました。でね、もう一つね、したいことがあって、あ、もう結構ね、マップ開けてます。すいません。はい。どこら辺やろ？なんか、ここら辺も開けたし、ここら辺も開けたし、この左上んとこも開けたし、3つぐらい開けたんかな？あれから。あ、4つか。ここも開けとるわ。はい。やってるんですけど、ここっすね。この、迷路の場所、ブレバイの時にもあった場所なんですけど、ここでね、ちょっとある出来事が起こって、ロードしてなかったことにしてきたんよ。だからそれをちょっとね、今、録画してるこのタイミングでやりたいと思います。ほら、見て、あれ。襲ってくんねん、こいつらが。でな、私めっちゃいい方法を見つけてしもてな、その時、バリバリに朝ってここに登ったんよ。そしたら、あいつら登ってこられへんねん、アホやから。じゃ、見失ってんじゃん。だからな。来いって。来いよ。こっち来いよ。こっち来いって。これ全然消えへんやんけ。見えてないんか。もう知らないで。はい、おいでおいで。おいで、こっちやで。こっちだよー。言うて。おいで。おいで。おいで。おー、来た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 ってなって、こう、登りましたと。我は。
焦って、焦り散らかしてここに登りました。すると、はい。見てください。引っかかります。引っかかりました。はい、爆弾。こういう時の爆弾。はい。これでね、こいつ殺せんねん。ひたすらにこれをして、こいつをな、もうあんまりにも腹立ったから、私何もしてないのに襲ってくるから、ムカついて殺したったんよ、これで。死んだやん。やった、死んだと思って、見てこれ。ファントムガノンって書いてんね。ここで焦ってロードしたんよね。あ、出てくるんやー。こいつ炭素出てくるんや。あー、いい感じに取れるやん、ほら。あ、よかったよかった。ってことは、こいつのせいであの手のやつが出てきてたんかな。なんかこいつ殺したらあの手も出てきえへんのじゃないかなってちょっと思ってて。だから、ちょっと死んでもらおうかなーと思って。あ、やばいかも。あ、やば、やば。え、いける。いける。戦えよって思う。絶対危ない。ちょ、お前も指構えんな、なしやろ。それはなしやろって。お互い様じゃないでしょ。痛い！一方的に私がやるのが筋ってもんちゃいますん。やめなさいよ、そういうことすんの。はい。はい。チューリー？チューリー？君の番やで。ヘッドショットの君の番だよー。あ、落ちた。やめて、そういうことすんの。あいつの夢めっちゃ長ない、なんか。ずるいな。私もそれがいいな。危ない！構えないで、それ。やめようねー、そういうことするの。あ、死んだんじゃない？死んだ、死んだ。見に行こう、見に行こう。死んだわ、これ。やったー！え、いいんか、こんな倒し方してしもて。やった、なんか、うんこみたいなのいっぱい落ちてる、これ。ほらに、あ、写真撮っとこう。正気の剣やって、めっちゃ強そう。ほら、いい。これ、いいんかな、こんな倒し方してしまって。41。おい、体が少しずつ正気に蝕まれるとか書いてんねんけど、どういうこと？え、これ。装備してなかったらいけるってことやんな。魔王の弓やって、やばー。え、これさー、邪魔。ちゃうねん、邪魔って言うかな、こういうの使いたくないやん。34、魔王が愛用した真弓。魔王、そんなん愛用してました。邪魔なんよな、これも。作ったんよ。大足の弓とな。この、降臨の槍。邪魔やねん。使いたくないやん。飾りたいんよね。だから、一から村行って、また家作ってもらわなあかんなって。なんかね、一から村でマイホーム建てれるらしくって、さっさとマイホームを建てにね、行きたいんやなぁ。邪魔やねんなぁ、これほんまにマジで。あとだって、ルージュのやつとさ、名前忘れた兄貴の石打ちみたいなんあるってことやん。邪魔やなぁ。どうせやったらね、コレクションとして飾っておきたいよなぁ。こういうのもあるんですよね。黄昏の夢っていう姫が使ったやつなんですけど。これもちょっと飾りに行きたいんで、まあ、今日ね、やろうと思ってることが終わったら、メインを進めず、市から村に行こうかなとは考えてますね。いや、わかってんねんけどなぁ。いい加減さぁ。ユンボーんとこ行かなあかんって。ユンボ！いや、どっち行くのが正解やろ。どっちでもいいんやろけどなぁ。とりあえずね、今日は、いい加減ね、忘れ去られた神殿行こうと思って。里でな、インパとかと会うやん。こう、メインクリアした後に。絶対言われんねん、忘れ去られた神殿行けよって。あ、もういい加減行ったろうと思って。近場のね、マップを開放してるんで、ここここ。だからちょっとここにね、行こうと思ってますんで、よろしくお願いしまーす。ここか。あ、おるわ、じじい。待って、インパおらんくない。うーわ、さっき行ったんちゃうの、ババア。どうしたん？来たっていうか、もういい加減行ったらな、なんか怖いなと思って。わけわからんままメイン進めてもうてさ。な、わけわからんまま終わっても嫌やし、地上絵全部開けたいんすよね。はい。登ってきてインパはどこに行ったんですかっていう。おい、ババアババア。あいつマジかよ。死にかけやろ。行けんか。軽量って何？なんか、結ぶ的な？え、大丈夫やろもうこれ。支えられてるから一緒に行こう。わかったわかった。もう一緒のことしか言わへん。わかったわかった。もう行く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 。ごめんごめん。ここね、ガーディアンがめちゃめちゃいっぱいおったところなんよな。パリピってんな、今日も。もう白銀ポンポン出てくるんよな、ここ最近。ババアおる？おらんやん、ババア。どこ行きやがったんの？
ババおらへんねんけど。あの奥におるんかな。まあ、とりあえずここの祠開こっか。ババアはちょっと後回しにしよう。さっき祠やろうか。あ、おるわ。めっちゃおった。ちょ、ババアごめん。さっき祠やるな、自分。ごめんな。はい、祠終わりました。結構簡単やったわ。なんかあんまり祠でつまずくことがないんよな。ブレワイと違って。なあ、インパなあ。かわいい。なんで顔そんな四角な。愛おしいってしゃあないわ。